この熱海市と函南町で起きた断水は8日間続き、住民の生活に大きな影響がありました。水道管が壊れた現場はその後どうなったのか取材しました。あれは、はい、今回の台風で流された破断した水道管になります。まだこうやって工事が進んでるんです。そうですね、まず水道管をつなげることが一番優先でしたので、うん、1ヶ月前伊豆に上陸した台風19号では県内に初めて大雨特別警報が発表され、浸水などの被害が相次ぎました。全然出なくなっちゃったんですよ。ダメです。函南町では土砂崩れで水道管が壊れ、熱海市と函南町で最大およそ1万世帯が断水しました。水道管が壊れた現場を昨日訪ねました。今採石があるんですけども、はいはい、ここの下に、埋まってます。あ、はい、こちらの下に埋まってます、はい、はい、そうです。新しい水道管は以前のものよりも強度を増した上で、台風の前と同じ位置に埋設されました。県は台風の後、周辺の市町のすべての水道管を点検しました。点検の結果、異常はありませんでしたが、土砂崩れで水道管が壊れる被害は想定外でした。同じような、災害が起きそうな、リスクのありそうな場所をですね、特定しまして、それを、まあ、今後、直していくというか対策を、していくということで。函南町に住む山崎滝子さんです。熱海市に住む母親を介護しています。その母親の家が断水しました。便利さに慣れてる生活っていうのが当たり前に考えていたので、ね、そうね、やっぱりね、水が出ないっていうだけでもね、つい水道の蛇口をひねっちゃってね、あ、出ないっていうので大変でしたね。断水の間、母親の家で生活をしていた山崎さんは、自分の家でも続けていることがあります。母のところの、断水の直接体験してからは、常にお風呂にはお水が溜まっているような、お湯が溜まっているような、そういう状態に意識してやってます。もともと防災意識は、私自身は自分では高い方だと思っていましたけど、実際行動に移すっていうことはなかなかやらなきゃと頭では思っていても、すぐにこういうふうな形で実行するっていうことはできなかったので。今回熱海市内で最も長い間断水した西熱海地区です。民生委員の阿部道子さんは、断水の間どんな不安や問題があったか、高齢者を中心に住民への聞き取り調査をしています。聞き取りっていうか、それして何が一番困ったかって言ったら、やっぱ水運びです。そうでしょう。俺ね、雨が降った時もあったんです。その時に老夫婦がさ、母さんさしてさ、ほら、転がすやつ、重たいからね、あれを持ってね、歩いてた姿見たらね、ちょっとね、考えちゃったね。新たな地域の課題も見えてきました。この断水だけじゃなくて、これからこう避難しなければならないという時にも、やはりご近所の方々とみんなで助け合っていかなければ本当に間に合わないですね。台風19号から1ヶ月、住民は大きな危機感を持ちました。次の災害にどう備えるのか、記憶が新しいうちに少しでも対策を進めようとしています。